ニセットを人を縛る道具にしてる人もいるのだなと思った。お前はアホかーっていう。で、この反応も防衛じゃないですか。私が傷ついたと。傷ついたことによって悲しむ前に怒りが出るんですよ。普通悲しんで怒りなんですけど、怒りによって攻撃ですよね。っていう反応今があって。で、あ、これも結局自分を守るための攻撃なんだなって思ったし、その前は。あの、すごく足、めちゃくちゃその人に対してボロッカス言ったことあるんですけど、もう立ち直れないぐらいのこと言っちゃったし。誰でもありますよ。いや、良かれ、いや、良かれと思ってってことじゃないですか。うんうんうん。それが相手にとって良くなかった。まあ、人ってそんなもんかなっていう。今どちらかというと私、丸さん側で、丸さん側で、いや、良かれと思ってやったことが悪く書かれるって、あるなって思ったんです。心当たりみたいなもん。ね、それ、ただの知人ならいいんですけど、一瞬でも恋人であった関係だったわけで、はいって感じなんです。で、そこの怒りは今、ちょっと、どこにぶつければいいんだろうって。で、その怒りは、もうちょっと経ってから、電話でね、SNS 見たとか言わないんですけども、なんか別のきっかけで電話で真剣な話し合いをするときがあって、もうね、二度と立ち直れないぐらいちょっとボロッカスになって。言わないで。その時タイプ、多分タイプ1の嫌なところが出たと思う。うん、正論でぶった切る。まあね、嫌なら家ですね。その時そう。そう。そのボロカス、もう立ち直れないぐらいのボロカスを言って、で、1、2ヶ月後に、また彼がだいぶ経ってから、私のことだなって分かるようなことを、まあ、書いてて、あ、なんて言ってんの、あ、こいつまだ精神年齢12歳なんだなって思った。でも、普通の人だったら、それ私が言った暴言に対しても、100倍で怒ってもいいぐらいにひどいことって言うんですよ。で、怒りが怒りを呼んでおかしくなる。そうですね。そうですね。で私の怒りがそんだけ言わせるだけのことを向こうはしたっていう自覚があるんですけど、向こうも最初は支えても仕方がないと思ってるみたいなことなんです。まあ怒りをぶつけても何も解決しない。何も解決しない。次の話ですね、今のは。あって私が、なんで私はあなたを刺さないかみたいな。刺してその後一体どうするんだよ。そんな価値ないでしょ、ね。何も解決しない話ですね。うんうん、何も解決しない不毛なこう、いろんな罵倒やら。ぐちゃぐちゃ言ったっていうのが影響して、SNS で悪く書かれる。で、まあでも私がもし逆の立場、もっと書いてもおかしくないと。あんな罵倒されたらもっと怒っていいよねって。丸さんの方が痛そうですね。丸さんの攻撃は。私びっくりして、面と向かって言えないのに、電話とかメッセージだと、めっちゃ怖いこと書いてる人だなって気づいたんで。僕も言えないですよ、ね、面と向かって。面と向かっていないのに、電話ワンクッションじゃないと顔が見えない。まあ、電話でも僕言えないです、ね。僕も言えないです。で、言えたっていうのも向こうが聞く耳を持ってる時だったんですよ。私は勝手に電話して、どうも、向こうが話し合いをしたいと分かって、向こうが聞く気があるなと思った時に。でも、今思うとその別にぶつけたのは解決しなかったじゃんっていう感じ。ぶつけても、ぶつけても、うん、言ったことは全然後悔しないんですけども、うん、何をそこまで私は必要以上に怒って恨んでいたのかって見直すきっかけにもなったし、っていうところですね。二度とこのことを起こさないでしたいなって、うん、で相手に意識を向きすぎているから必要以上にこうボロカス言っていたし、自分が乗り移った彼女に相手のことを考えていたから、うん、ああ、自分に目を向けてれば、向けてればそのあなたのその常にやって逃げてる選択とか行いすべて今後そのままってマジやばいってことを警告を込めて言ったこともあるし、怖い怖い怖いでしょ。いやそので後で思ったのはどういう人生歩もうがまあ地獄の道を選ぼうが不毛なのがそれもまた人生だよって今思うんです。うん、だからどっかでタイプの人はこうあって生きないとよろしくないみたいなのがある。多分それが発動したな。だから私のタイプ1のフィルターで見たらダメ人間に見えていても、それはそれです、うん。全部簡単に解決しようとするわけじゃないんですけど、うんうん、バウンダリーですね。バウンダリー。今日、まあ、境界、うんうん。それはどんなに親しくなっても、プライバシーとかバウンダリーってのは絶対守らないといけない。うん、大部分の人が守れてないと親しくなる。だって47で初めて聞きましたからね。バウンダリー。バウンダリー。境界線。言葉はまあそうです。でもまあ境界線っていうその意味合い、うん、意味合い。あ、
俺そうなんだって、うん、でもアドラーとかでは似たようなことが出てくるじゃないですか。課題の分離って言ってるだけです。課題の分離って言ってもバウンダリーって言っても一緒じゃないですか。あ、そうなんですけど、うん、意味がようやくちょっとずつ分かってきたのかな。なんかその体調がすごいなと思ったのは、その結構厳しいお父さんに育てられて、辛い目にあったりには自分をちゃんと守れていた、恨んでないってところですごいな。多分それ境界線が無意識に引きたんですよ、うん、多分境界線を、もし私が同じ立場だったらめっちゃ恨んでたと思う、その親父。それ侵食されてるの許してた、でも多分守ってたんだ、自分の世界を。そう、多分境界線をバンと引いて侵食されないように上手にこう上手にというかふわふわ立ち回ってたみたいな。恨んでないんですか？恨んではないですよ。隠してもない、恨みを隠すのもない、うん、そうです、笑い話です。それはすごくてあのそういうふうに体調のような選択ができてて私もっと楽だったなと思って。あ、そうですね。すごく侵食されてるのを許していた親からで自分の領域を。でだ、つまりされたことを人にしてるんですよね。逃げて、でもきっと体調はお父様にされたようなことを自分のお子さんにもしてなかったと思うし、すごいことだなと思う。そう、親の問題は僕も今どちらかというと丸さん寄りで、うん、まああんまり一緒に住んでいても喋らないとか、うんうんうん、まあうまくいってる感触は全くないので、うん、許してないんでしょうね、どこかで。まあでも僕もうまくいってる感触はないですよ。ああ、なるほど。ないけど、まあ距離感をずっと保とうとしてる、小さい頃から。ああ、なるほど。うん、なんかエヴァンゲリオンがまさしくなんか、うん、あの親子問題になってくるんですけど、うん、なんで急にエヴァンゲリオンの話を出すんだって話です、ね、すいません。どう、うん、親子問題はどう解決していくんだろうねとは思ってます、うん、なんかもう親が亡くなるのを待つしかないのかっていう感覚。あの亡くなっても解決しないんですよ。なるほど、うん、私父は亡くなりましたけど、亡くなった後も困ったんですよね、解決しても。あ、その思いってどう、僕はどうすればいいですか。結構大変でしょ。すごいぶつけるとこがないのに歪んでるとか怒ってるってあって、それはちゃんと話を聞いてくれる人がいたから、それでだいぶいいんですよ。で聞いてもらって自分でフィードバックを受けて分析すると、一体何にこんなに怒っているんだろう、恨んでいるのだろう、でそれを少しずつ解読するみたいな作業を去年ずっとしてます。愛がなかったわけじゃないですもんね。そうですね、そのやり方がまずかっただけであり、愛情はあったと思うんです。愛はあるんだけども、正しさを押し付ける話を聞かないタイプの必要だったから、それの一部が私コピーされていて、正しさを押し付けるこうあるべきの一番お前はダメだみたいなことを、父親みたいなことを人にしてるなみたいなことがすごいあるんです。亡くなっても解決しないんだと思ってあ、そうなんだと今思って、うん、あ、でも愛は、僕は愛は感じてるんですよ。別に愛情あったよねって、愛が、あ、愛って不思議で、なんだろうね、まあまあ愛があるから心配して人の進路ってダメ出ししてくるわけだったんです。無関心だったら何もせんと思います、うん、そうですね。私の父親は厳しくって一言言って終わり、話終わりで途中経過を聞いてくれないように反対だけしてくるんですけど、進路とか、はい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 、日々のしつけも話を聞かないんですよ。バーン、もうダメ、なぜダメかって丁寧に言えよ。これをどう解決しよう、わかんないですけどね。僕は多分ずっと逃げてる。だから結構恨みっていうか、ムカムカ来てるのを、その友、すごく話のわかる友達、わかるって共感してくれる友達に聞いてもらって、その子もフィードバックくれて、分析してくれたんですね。でそういうので自分を顧みる。日記に書くでもいいし、あの、どうしてそうなのかっていうのを、だから、エヴァンゲリオンの怒り現状、生き様、画面が言ってたじゃないですか。はい。自分の父親の生き方を理解するみたいなプロセスも踏みましたし。ああ、なるほど。だからそういう性格、生まれた背景っていうのを理解したわけですよ。あの、結構昔って厳しい時代ですから、今みたいな感じで。まあそうですよね。そうですよね。厳しい時代気に入ってきたらそうなっちゃうよね、みたいな。あ、そっか。父親の理解。なるほど。父親の理解をして、かつ恨みもちゃんと人に言うなり、形を変えて、あの、日記書くないようにから解消する作業を続ける。で、父親のコピーをして人を接しなくても大丈夫だって言った。やっぱり自分の育ったその家庭っていうプロセスをコピーして人にやってるって気づいてるから。今日逆に反面教師としてやってるんですか？反面教師っていうか、
多分その厳しい、はい、だから同じように人の話を聞かない自分の価値観をバーンと押し付けてくる暴力で暴力とか、はい、まあ、言葉の暴力とか、はいはい、っていうのからこういかに逃げるかを考えて生きてきた。いかに逃げながら自分のやりたいことをやるか。で、それを今度、うん、自分の息子たち、うん、息子娘に伝えていくわけじゃないですか、うん、だからその価値観が入ってますよね。自分のやりたいことがやりたいから子供たちも自分のやりたいことをやれ、あ、やればいい、あ、なる。それを今息子娘がどう思ってるかですね。そうっていう価値観を多分こう言ってる、あの自分のやりたいことをやれだから言わないですけど、これはこの親子問題がちょっと面白いですね、うん、面白いって言っちゃまた、じゃあその体調も家庭超平和ですよ、うん、だから影響は受けてる、でも親父の影響が受けてこうなってる感じはある。逆に子供たちはもっと言ってようかもしれない、ね、それはあるかもしれないですよね。分かんない、どうしたらいいのか、うん、僕みたいな子だったらね、好きなことやれ、好きなこと分かんないよ、一体何したらいいの、そう、一体何したらいいんだろうとかっていうのは多分あると思いますよ。よそのお父さんもっとなんか、うん、勉強してくれるとか、線路引いてくれてるよみたいな、これは、まあ、テーマですよね。そう、親子のだから、まあ、反面教師ですよ、多分親父からそうやってやられてきたから影響はすごく受けてますよね。なんでコピーが、うん、僕も多分反面な感じがするんです。もう なんで恨まなかったのかな、うん、すごい、体調がなんで恨まなかったか、あ、恨みはしないですよね。なんでって言われても不思議です、ね、僕はだってね、自分に攻撃してくるように人間感じるから、うん、だって人間の防衛反応として怒りとか出てくると思うんで、うん、それがなかったのは何だろう、あ、恐怖ですよ。あ、うちの親父消防士で、はい、体もこう鍛え、あ、はい、仕事で鍛えるじゃないですか、はい、こうロープ登ったりとか、はい、トレーニングしてるので、はい、勝てないって思いが怒りをぶつけても絶対勝てないって思いがあるから、はい、逃げなければ、ぶつけなくても怒りを持ちません、ぶつけることはなぜか、怒りを、あ、その瞬間怒りはありますよ、クソみたいな、はい、でもこう自分がどうしたらいいのかを考えますと、ね、自分のやりたいことがやりたいんで、はい、自分のやりたいことをどうしたらやっていけるのかなみたいなことを考えて、こう網の目をくぐるじゃないけど、こう今ちょっと親子問題がねとても興味深い、うん、恨み、まあ、隠してんのかもしれないですけどね。ああ、うん、はいはい、でまあ時間が経って隠してたのがそのまま曖昧になくなったみたいな。なるほど。でまあなんかタイプ9って言い訳を求めるから、うん、表立ってない、鼻に立てないっていうか、うん、でも実は一番怒ってるっていうじゃないですか、うん、あのたまに怒ります親父に。今はもう言えるから、言えるからじゃなくて、なんかその子供の時みたいにずっと怒ってくるんですよね、はい、バーって今でも、はい、ですると子供の時、今は多分こう殴り合いの喧嘩をすれば勝てるじゃないですか、まあまあまあ、まあ、っていうのもあるから、はい、で向こうもまあ定年退職してっていうのもあるから、はい、自分の方が上だって思ってる部分もあるんじゃないですかね。あ、だけどまあ普段はこうわーって聞いてるけど、まあ、時々こう理不尽なことを言うと、まあ、切れる感じですよね、ドカーンと切れる。体調怖いな、切れたとこ見たことないけど怖そうだな。なるほど。切れたら どうなりますか、うん、切れたら親父がちょっとあたふたします。あ、普段温厚だからびっくりしますね。そう逆にこう、あ、なんか言い過ぎたとかすっごい反省します。なるほど。あ、だって今健全にちゃんとぶつけ合ってるからいいのかもしれないですね、まあ、ぶつけ合ってはないですけどね、たまにですよ。だから10年に1遍ぐらいです。マンさんはそのお父様が生きてらっしゃるときはそういう気持ちみたいなのは伝えたことあるんですか？ありますけど、素通りされました。あ、だからたまにだからかもしれないですよね。あとなんかその素通りは、うん、戦っ、なんていうんだ、ぶつからなかったのが、うんうん、まあ、ぶつかりましたよ。ぶつかりましたけど、やっぱ怖い人だったから、その素通りされてる感じはありましたし、その、なんでしょうね。ただその、例えば、なんか体調、のお父様は最初前チラッと聞いたときに、なんか電話かかってきて、今すぐ来いんだよって言われたんでしたっけ、それがあるから、おいしいものがある。あ、そう。なんで来れないんだみたいな。そういう理不尽さはないと思って、一応、正しいと思うこととかは、押し付けてくることはあります。多分、行った後に後悔してるんですよ、うちの親父。ザ8ですね。バーッと感情で行ってしまった。はいはい、っていうのは、
多分後からちょっと落ち着くと分かるじゃないですか。反応タイプですからね。そう。で、その時に、もうそんなこと言われたら僕はもう完全無視ですよ。2、3ヶ月も完全無視ですよ。ね、なんかエニアグラムが分かってきた。あ、連絡来ても取らない。連絡来ても取らない。面白い。自動的攻撃ですね。うん、自動的攻撃です。これを聞いてる方、うん、僕も含めて、うん、あとは像、自分が、うん、親子問題を解決していくかっていうのが残ってるんですけど、うんうんうん、難しいです。難しいですね、これは。だからその体調のお母さんは大丈夫ですか、普通の。うちの母親はいいですよ、いいですよ。てか僕の子供との関係は良かった。感謝の思いしかない。まあ早く亡くなってるっていうのはありますけど、はい、いつもお父さんが守ってくる、あ、その感じですね。だから仲間っていうか守ってくれる。守ってくれる、はい。だからこういうことするとお父さんが怒るから先にこれやっときなさいとか根回ししてくれる。なるほど。お父さんと対決はしないんですか、うん、お母さん。しますよ。だけど、うん、強いです。母親も負けない。なるほど。うん、まあ尊敬し合ってたんですかね。尊敬し合ってたのか、うちの母親が言ってたのは、だから他の人では腹立たないけどお父さんが言うとめっちゃ腹が立つ。だから言う。だからこうもう負けてたまるか。なるほど。みたいなことは言ってましたよね。親子問題は、ね。うん。まあだから僕は母親がいたから良かったのかもしれないですけどね。その蜂の親父とうまいことこう立ち回ることができた。はいはい、母親は今うまくいってる親子関係は。母親もそのタイプにバリバリ出てるなと思ったんですけど、気が利きすぎて相手の生きる気力を失わせる感じ。何でもやってあげちゃうの、うん、でも今はいい距離感が保ててるですね。時間かかりましたけど、まあ、素直に感謝できる関係かなって。私もボロカス言いました。あの昔反抗期とかその24時間監視しないでみたいなこと言ってたし。あ親子問題は深いですよね。深いは、うん、僕はまだ両親生きていて、うん、一緒に住んでいるので、うん、一緒に住んでると特別じゃないですか。まあ、大人っていうのは、まあ、自分に意識向けて人に向けなくていいから自分を大事にしてくれってなって。そうですね、全部そこですね、うん、多分自分を大事にしてください。あんまり意識しない方がいいんじゃないですか。そうですね、うん、あもうあなたはいつもそうだ。なるほど、うん、体調かなり平和だなと思って見てます。平和ですからね。でもまあ次はこいつの闇を探さないと。あでもタイプ9も激怒を抱えてるっていうのがあるから、うん、って言いますよね、うんうんうん、そうそう、本当に完全な時につついちゃうとぶち入れるのは知ってる。あ肝心な部分っていうのはめったにないんですけど、僕もあるんですけど、うんうん、そこはしつついたことがあるので、あのこいつ怒るんだってことがあってしまう。口が悪い。まあでもそういうところですよ。はい、はい、親父に切れたりするのは、はい。だからその平和な雰囲気で人はこう、あこの人大丈夫だと思ってバーって言っちゃったと思うんですよ。で、うん、肝心なところで息切れにくれちゃったりから、あの平和すぎるのをパフォーマンスにするとこう舐められちゃうんじゃないかなっていう。その辺どうですか。僕はもう逆に気にしないですもんね。ああ自分が自分のやりたいことをやってるみたいな感じなんで。あじゃあちゃんとバウンダリーはできてる。自分の中ではそうですねある気がするので、はいはい、誰がこう舐めてきても気にしない。ああそうですね、うん、人の問題です、ね、人の問題。その体調が切れるって相当です。まあ親父ぐらいしかないですけどね。ヨミちゃんとかも別にそんなに切れるほどのことはない。うん、うん、僕ずっとここにいますからね。うん、ああそうかそうか毎日、うん、いやいやいやちょっとこれは大きな課題というか、うん、あの自分に向ける。で、まるさんはそれ自分に向けても何していいか分かんなかったら感覚を感じる。あ、今背中かゆいと。あ、そうですね。そっちから先でもいいってことですよね。そうです。なんか、それ解決の一個かなっていう提案です。なんか、気持ちをしっかりしなきゃってなんか二の次になるような感じがするんですよ。うん、その自分のことって、うんうん。でもなんかそっち先でいいっていうのは。うんうん、最近なんかツイッターでよく温泉入れみたいなの、あ温泉入ってうまい飯食えみたいなのをよく見るので、うんまあ、そういうことだなって。多分まあそういうとこですよね。自分を一番大切にしないと、うん、体調も含めて。でまあ
それぞれみんな自分を見て自分が幸せになれば、うんうん、それって幸せな社会じゃんっていう、うんうん、雑なまとめ方でしたかね。でも坂さんに、うん、でも本当そうですよね、うん、そう思います。なんかあの SNS 上での正論の言い合いっていうのも、うんうん、その人たち自分に目を向けなさいですよね。自分に目を向けなさいです。一言はどうでもいいから。うんうん、でなんかその自分に目を向けたくないから外に向かってる。ああ、うん、そこの問題ですね、うん。あの人がどうだとか関係ないですよね。うん。言われるとそうなんです。そう言われるとそうなんです。あとこれをどう編集するか。はい、まあ編集楽しみにしております。甘い目で見ていただければと思ってます。はい今日もいつも番組楽しみに見ております。ありがとうございます。本当申し訳ございません。貴重なお時間を。二人の雰囲気がすごい面白くって、こうコンビいいコンビだなと思ってます。なんかよく言われますよね。それを本当に恐縮でございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。楽しみです、ね。ありがとうございます。またぜひ出ていただければと思ってます。はい。はい、今後とも引き続きすいません、はい。ありがとうございました。すいません、目が可愛い。